池袋テレビをご覧の皆さん、こんにちは。私たち一世も君の味方だよ、ドールエルメスです。はい、今日も最後までユキノンストップ、ドルエの元気っ子ユキノンこと小森ゆきなです。私の好きなものは食品サンプルで、特技はモノマネです。よろしくお願いします。じゃあ鹿のモノマネをします。あユキの放送事故です。続いてレナーパン。はい、ドルエレの妹担当、一番お味噌汁が大好きなルナパンこと小島ルナです。好きなものはお味噌汁です。はい、そのままだね。お味噌汁なんで、はい、皆さんじゃあぜひ、今日もお味噌汁飲んで元気いっぱいパワフルなポンしてください。ルナパン特技が指輪座なんですけど、ですね、まず長いっす。長い。じゃあ、はい、じゃあすぐ終わります。はい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 、やってみてください。はい、こう見えたハートはダイナマイト級、ドレイティースモールフェイスの泉こと小泉はるかです。私は趣味は映画鑑賞で、しょっちゅう映画見るのが好きなんですけど、特技はまだちょっと修行中なんですけど、パントマイムできますね。ちょっとだけ曲でも入ってるパントマイムやりたいと思います。まあ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 なんかね、これで低いよ。ちょっと練習中なんで、優しく見てください。よろしくお願いします。はい、ドレの人形リカちゃん、リカピョンこと殿崎リカです。はい、私はグラビア活動の方もしているので、皆さんぜひ雑誌の方もチェックしてみてください。はい、リカピョンの特技はですね、いや、ありました。いろんな言葉を考えることなんですけれども、例えば頑張りかぴょんとか、さっぱりかぴょんとか、バッチリかぴょんとか、お疲れかぴょんとか、本当にまだまだたくさんあって、すごい理がやりやすいな。そうだよ、ね、これから流行語だよ、理科特権。はい、流行語大賞を狙っていきたいと思いますので、皆さんライブにも遊びに来て、理科ぴょんのハートを受け取りに来てください。じゃあねー。理科ぴょん、おすすめ。シャキン、ドレールの癒し系、ゴンちゃんこと、ゴノナツミ。シャキンって何？癒しの子。ゴンちゃんこと、ゴノナツミです。はい、私の、もういいよで。私の特技は、はい、なんだろう。モノマネじゃん。私の特技は、寄り目です。寄り目だよ。絵を描くアニメ。絵を描くことで。わかりました。アニメ号です。いきます。あんたバカ？以上です。言わないの、誰これ。今のアスカさんですね。はい、そんな感じでドレールメンズです。イエイイエーイ。人形と変身をコンセプトにした5人組のアイドルユニットなんですけれども、女の子にもね、可愛いって思ってもらえるような存在をね、はい、目指しているので、ぜひ女の子にもぜひライブとかでも来ていただきたいなと思うんですけど、それ以外にもすごく曲がお人形さん目線の曲だったり、衣装もね、そうなんですよ、人形さん感があふれる可愛いキラキラした衣装になっているので、そこにも注目してもらいたいです。そしてお人形の他にも変身というワードがあるんですけれども、私たちなんと10秒で変身早着替えをしていまして、ライブ中もね、はい、すごい衣装がくるくるなんか変わったりしているので、皆さん、そこの皆さんぜひ注目してライブにも見に来てください。Yeah!
11月に仙台、大阪、名古屋で、ワンマンライブが、初のワンマンライブが決まっているんですけれども、まずはそこを、満員にして、そして全国ツアーをやって、もうたくさんの全国のたくさんの方にドレレを知ってもらいたいなと思っているんですけれども、私たちの目標はずっと埼玉スーパーアリーナなので、はい、絶対そのライブにつながるような素敵なライブに今後していきたいなと思っています。頑張ります。君の味方なので、ドレレのお人形感あふれるライブにぜひ遊びに来てください。待ってまーす。待ってまーす。私たちいつでも君の味方だよ、ドールエルメスです。バイバーイ。雪の小森。 My name is Luna Kojima. My name is Haruka Koizumi. My name is Rika Tonosaki. こんちゃん。ドールエレメンス。Very very cute. Very cute. ドールドール。My birthday is December 5th. I like dancing. Oh yeah! Yeah! I like it!